スケートボーディングスケートボードは一枚の板に車輪がついた乗り物である。単にスケートと呼ばれるほか日本ではスケボーと略して呼ばれることもある。スケートボードに乗ることはスケートボーディングとも呼ぶ。スケートボードに乗る人間はスケートボーダーまたはスケーター。2020年東京オリンピックでストリートとパークが ローラースポーツの追加種目に採用された。2024年パリオリンピックでも追加種目として実施される予定。オリンピックの歴史の中で最初のメダリストは、堀米優斗日本、ケウビンホフラー、ブラジルジャガー・イートンアメリカ、そして女性アスリートでした。西矢もみじ日本、ライスされ合うブラジル、中山カエデナ、日本、ストリートモード。 一般的なスケートボード通常は4つの車輪を持つ1枚の板に足を固定せずに立って乗る。全長31インチ程度のものが一般的。日本でのプロ認定や各種競技会はスラローム世代の日本スケートボード協会がフラットランドに関しては日本フラットランドスケートボード協会が取り行っている。五輪会ではローラースポーツ競技の種目。 国際競技連盟はワールドスケート。日本の国内競技連盟はワールドスケートジャパン。スケートボードの技のことをトリックと呼ぶ。ローラースケートを流用した木製四輪キックスケーターからハンドルを取ったものが原型と言われている。その後カリフォルニアのサーファーが水を抜いたすり鉢状のプールで乗り始めたことから流行が本格化する。当時は サイドウォークサーフボード、ロックライダーなどと呼ばれていた。ウィールの材質は、ゴム、鉄、プラスチック、粘土など。スラローム向けそれまでの、単なるサーフィンの練習用のものから、グラスファイバーを使ったスラローム向けの小さめの板と、合板を使ったランプ向けの大きめの板に分派した。ウィールはポリウレタンが一般化する。プレースタイルとしては、ボールや、ハーフタイプを備えた。 スケートパークが建設され、様々な技が生み出される。パーク以外でもフラットランドスケートボーディングが発達する。1978年にはアラングレファンドがランプで手を使わずにボードを浮かせる技、ノーハンドアリアルを開発する。この技は彼のニックネームであるオーリーの名で広まった。またこの時代より大きめの板の 裏側に着目して飲料水メーカーなどのグラフィックが描かれるようになる。この理面のグラフィックアートがその世代の流行を反映しながら今日まで続いている。有名なところでは Z ボーイズが世間に名を知らしめた時代である。アラン、オーリー・ゲルファンド・トニー・ホーク・トニー・ホークやクリスチャン・細井がバートランプで名を馳せた。また、 フラットランドで活躍したロドニー・ミューレンが、平地でのオーリーを開発し、ストリートスタイルの発展に大きく貢献する。この頃から、優秀なスケーターにはスポンサーがつき、シグネーチャーモデルのスケートボードが登場する。また、バスケットシューズを発展させた、スケートボード専用シューズが登場する。この時代には、ロックミュージックの一つ、スラッシュメタルが、 スケートロックとも呼ばれて、スケーターに指示され、スケートボード裏面には、レコードジャケットのようなグラフィックが主に用いられた。第四世代のボード。すり減ったテールを除けば、形状と大きさはほとんど変わらない。ヒールフリップ、スライドマニュアルなどのプレイスタイルを主体とし、文字通り街灯の建造物を使用した、ストリートスタイルが発展する。デッキ理面には、 時代の流行音楽を反映し、ハードコアパンクや、オルタナティブロック、ヒップホップ調のグラフィックがあしらわれた。また、有名企業の商標をパロディしたものも流行した。従来のスケートボードは、ストリートスタイル普及の結果、街灯の建造物が、スケートボーダーにより破壊される問題が発生し、街頭でのスケートボーディングが一部制限される。 代わりにストリートセッション中心の公共スケートパークが増え、パークスケートボーディングが発展した。2021年に開催された2020年、東京オリンピックにて、初めて夏季オリンピックの競技として実施された。オーリーボードスライドノーズグラインドスケートボードでは、背中側に曲がることを、フロントサイド、腹側に曲がることを、バックサイドと呼称する。 回転時の故障に関しては、サーフィンと逆である。ただし、スケートボードの場合、ランページのコーピングなど、対象物の高い位置での動きは、サーフィンのリッピングと同じ名称動きとなる。従って、サーフィンのトップターンを基準にして名称が付けられたと考えるのが妥当である。逆さにしたトラック。この状態での上部が、ハンガー株が、 ベースプレートスケートボードなどに広く使われる608番ミニチュアベアリング2つのベアリングの回転数を均一にするために使う。スケートボードはローラースケートをし、またはこれらに類する行為として、交通の頻繁な道路における使用が禁止されている。頻繁の基準に関しては明確な基準はないが、およそ他の歩行者や車両等との交通の危険が、 生じうる程度の交通量がある場所と解される。なお、昭和34年4月16日の名古屋高等裁判所の判例によれば1時間あたり、原付30台、自転車30台、歩行者20名程度の場合は、交通の頻繁な場所とは言えないと判断されている。上記の判例に基づいて判断されることが多く、実際に逮捕された例はあるが起訴された例はない。 また、車道を、スケートボードで走行していて、人身事故に遭う事例も出ている。燃焼のスケーターを指す、キッズスケーターは、和製英語。ドゥトラ、グト、プラタデケルビン A、プリメラメダラブラジルエラ m トーキオ、ケルビンシルバーは、東京で、最初のブラジルのメダルです。ジョーナルオーマリンガ。5アガスト2021閲覧。ドゥトラ、グト、トーキオ2020。 レーサリール・コンセグ・エー、ター・サラ・メダラ・オリンピーカ・パラ・オブ・ブラジル、東京2020、レー・セリルがブラジルで3度目のオリンピックメダルを獲得。ジョーナル・オー・マ・リンが、5・アガスト2021閲覧。映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーにそのパロディがあり、時代こそ1955年となっているが、舞台は、スケートボーディング発祥の地カリフォルニアである。特に、カリフォルニアの一角には、 ゴンザレスが特に攻め込んだ、ザゴンズというポイントもあった。具体的には、フリップ、エイリアン、DC 州など、ゲートスケートボードブログ、迷惑スケボー男を逮捕イ,イコール駅前で乗り回し、苦情85件大阪、繁華街でスケボー、4人県挙動広報違反容疑、大阪朝日新聞二千十三年八月十一日、朝日新聞デジタル、繁華街でスケボー、 4人検挙動向法違反容疑大阪社会ソースアーカイブ車道でスケートボード動向法違反で摘発レスポンスレスポンス2018年11月11日閲覧車道でスケートボード動向法違反で摘発レスポンスレスポンス2018年11月11日閲覧車道をスケートボードで走行していた男性 引き逃げされて、重症、レスポンス、レスポンス。2018年11月11日閲覧。ありがとうございます。